みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。遠藤守、君と戦える日を楽しみにしている。ダイヤモンドダストのガゼル、一体あとどれくらいエイリア学院にはチームがあるんだ。エンド、分かってるって。おかえり、ゴーエンジ。みんな待たせやがって。本当っすよ。ありがとう監督。おかえりなさい、ゴーエンジ君。ありがとうございました。あの時、監督が行かせてくれなかったら、俺はあいつらの仲間に引き込まれていたかもしれません。さあ、何のことかしら。監督、あいつらって。そいつは俺が説明しよう。刑事さん。ゴーエンジが姿を消したのには訳がある。妹さんが人質状態になっていたんだ。え、優香ちゃんが。エイリア学園に賛同する者と自称する奴らが妹さんを利用して仲間になるように脅してきたんだ。そうだったのか。でも一言言ってくれれば。言えなかったんだよ。口止めされてたんだ。もし話したら妹さんがどうなるかってな。だから我々はチャンスを待つことにした。時が来るまでゴーエンジをそいつに預けてな。土方に。おやっさんと来たらひどいんだぜ。人を隠すには人の中とか言ってさ。まあうちは家族の一人や二人増えたってどうってことないけどな。我々はまず妹さんの身辺を探った。敵の実態がわからんし、人質のことがあったんで慎重にな。調査にはかなり時間がかかってしまったが、ようやく妹さんの安全を確保できたんだ。ありがとうございます、刑事さん。礼なら土方に言ってくれ。やめてくれよ。
おやっさんとは親父の代からの付き合いだ。これくらいどうってことないさ。いや、お前がいなかったら俺は。腹減ってないんだろ。昨日も夕飯食べてなかったし、腹を減らすには体を動かすのが一番だ。お前がいたから爆熱ストームを完成することができた。ありがとう、土方。ゴーエンジ君、どうだった？久しぶりのライモンは。ああ、最高だ。一ノ瀬、いただき、やったな。来い、ゴエンジ。んだよ、俺とやるときもそれぐらい楽しそうな顔しろよな。あんなことがあってもまるで何にもなかったみたいにボールを蹴ってますよね。そうね、男の子っていいわね。ゴーエンジだか幼稚園児だか知らんけど、ストライカーはうちやで。エースのつもりだったのかよ。エースとちゃう、クイーンや。クイーン、ゴーエンジ。どや、ありゃ、なあほな、クロナルドや。このまだまだよ。あんたすごいな。でもダリほどじゃないけどな。ゴーエンジ君、ボールが怖くなったか。怖くて当然だ。俺も怖い。怖さを抱えて蹴る、それだけだ。怖さを抱えて蹴る。ゴーエンジ、立ち向かいの相手をしてやってくれないか。わかった。俺も遠藤が認めたキーパーの力を見てみたい。ふぶき、お前もだ。な。ふぶき、頑張れよ。ライモンのエースストライカー、ゴーエンジ修也さん。あなたのシュートを見せてください。ファイヤートルネード、ゴッドハンド。やっぱり高円寺だよな。すげえ、遠藤が言ってた通りだ。立ち向かいのゴッドハンドじゃ、でも足も出ないか。すごいです、すごいですよ、ゴーエンジさん。吹雪、解放してやりませんか、サッカーから。古株さん、このまま吹雪を置いていても本人もチームも辛いでしょう。北海道に返してやるのが一番ではないでしょうか。
チームのお荷物になっちゃったね。そんなことはない。ライモンにはお前が必要なんだ。よしみんな、もうひと踏ん張りだ。ボールはいつも俺たちの前にある。ここにいてもらいます。確かに吹雪くんは辛いでしょう。でもここには彼が乗り越えていくために必要なものがあります。必要なもの。仲間ですか。すみませんでした監督、チーム運営にまで口を挟んでしまって。構いません。最終的に決めるのは私自身ですから。これくらいなんだよ。うん、酸っぱいんでしょ。酸っぱくなんかね。なら甘酸っぱい初恋の味ってやつな。うちらみたいな。こんな酸っぱいんなら恋なんかしねえよ。やっぱ酸っぱいんじゃん。土方、帰るのか。ああ、弟たちの飯作らないとな。そうか。土方、いろいろとありがとう。ねえ、なんかいいって。さっきも言ったろ、お前が楽しくサッカーができる。いいじゃねえか、それで。行くんだろ、遠藤たちと。弟たちにはうまくいっとくよ。勝手ばかり言ってすまない。謝ることはねえよ。俺には帰る家がある。お前には帰るべきチームがある。それだけのことさ。しし、小暮くん、もうその手は食いませんからね。何度も引っかかると思ったら大間違いです。さて、いただきます。しし、どっちも当たりだよ。ああ、皿変えといたから。うまい、うまいな、このカレー。うざいった。遠藤。ん？なんでもない。こうやってまたお前と話せるなんてすっごく嬉しいよ。俺もだ。なんかお前がいなかったなんて嘘みたいだよな。鬼ヶ原さんから聞いたよ。お前もいろいろあったんだってな。大したことないよ。でもその経験がキャプテンとしてのお前を大きくしたことは事実だ。高円寺、他の連中だってそうさ。それに新しく加わったメンバーもな。地上最強にならなきゃ宇宙人と戦えないからな。そうだな。でも強さと引き換えに失ってしまったものもあるのかもしれない。失ってしまったもの。ガゼル、遠藤を見たそうだね。面白いやつだった。
あそこまで熱くなる理由がわからないけどね。熱いやつは好きだぜ、うん、だが俺の灼熱の炎にはかなわないだろうさ。炎も氷の冷たさの前には消えるだけだ。やるったのか。相変わらずすぐ熱くなる。やめたまえ、二人とも。ガゼル、エンドウと戦うつもりかい。はあ、イプシロン海を沈めた実力ってやつをこの目で見てみようと思ってね。冷静なガゼルがここまで言うとは。エンドウ君、君はどこまで僕たちを熱くさせてくれるんだい。ちょっと行ってくるわ。一度家に帰ろう。家か。長いこと留守にしてたからな。お母さんたちも心配してるだろうな。家庭でのリフレッシュも大事だわ。いいですよね、監督。いいわ、一日ぐらい休みましょう。やったー。おいおい、俺たちはどうするんだよ。みんなうちに来いよ。母ちゃんの肉じゃが最高にうまいんだぜ。俺肉じゃが大好きです。俺は嫌い。どうした、吹雪。あれは、ダイモンイレブンの諸君、我々ダイヤモンドダストはフットボールフロンティアスタジアムで待っている。来なければ黒いボールを無作為にこの東京に打ち込む。なんだって。無作為にだと。無作為ってデタラメにってことですよ。もしそんなことされたら東京がめちゃくちゃに。大変す。仕方ないわ、直ちにスタジアムに向かいます。はい。相手はどんな連中か全く謎よ。どのような攻撃をしてくるのかもわからない。ゴーエンジ君、早速だけどフォワードを任せるわ。はい。ゴーエンジ君は間違いなくマークされる。彼にボールを回すのも大事だけど、チャンスがあればゴールを狙いなさい。はい。来いって言っておきながら奴らは来てないじゃないですか。ん？この僕に恐れをなしたんでしょうよ。エイリア学園マスターランクチーム、ダイヤモンドダストだ。マスターランク。エンド、君たちにいてつく闇の冷たさを教えてあげるよ。冷たいとか熱いとかなんてどうでもいい。サッカーで町や学校を壊そうなんて奴らは俺は絶対許さない。お待たせしました、エイリア学園マスターランクチームダイヤモンドダストとライモン中の試合が今まさに始まろうとしています。さあライモンのキックオフ。なんだ。なんとゴールまでガラ空きだ。どういう戦法でしょうか、ダイヤモンドダスト。それとも攻めてこいという意味でしょうか。投げてくるなんて、なんてやつだ。よし、なんというスピード。あっという間にライモンサイドに入り込んだ。どうも一ノ瀬。あ、なに。おっと、リオデがカット。ガゼルに回す。ビリ来るぜ。
つまらん試合だ。どうかな、見ててよ。遠藤の熱さが分かるから。軌道カットした。ガゼルに奪い返された。なんて動きなの。大丈夫でしょうか。みんな頑張って。一度瀬から軌道へとパスが出た。攻め上がるライモン。いけ、一点先取よ。一度瀬、軌道から一度瀬、さらに裏面と繋いでいった。フローズチュー。ああ、裏面負傷か。リカ、それが闇の冷たさ。さボールを奪ったゴッカー。ガゼルへとロングパスだ。させるか。ガゼルドリブルで上がっていく。ノーマルシュートでさえこの威力。二人がかりで止めるのがやっとだ。戻ってきた。